はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、勝負どころはスピードっていうのがねテーマでちょっと語ってみたいと思うんですよ。僕はね、この YouTube でね、中学受験さくららチャンネルっていう中学受験のね、全教科全科目全単元を動画で配信するっていうのをやってきました。で、今動画を配信したらね、中学受験の全教科全科目全単元をテキストにしてね、テキストを買ってもらって、テキストと合わせて勉強してね、これだけで中学受験できるようにする、もしくは塾に行きながらね、ちょっとした補充、弱点補強、どうしても今言ってる進学塾さんではこの科目はもう伸びないっていう時にね、確実に補強してもらえる、確実に、弱い科目がね逆に強くなっていくっていうね、フォローとしての、使い方してもらえるようにね、気軽にね、動画だけでもいいし、そしてこれはテキスト使ってね、本格的にきちっとやってみようと思ったら使ってみてくればいいんですけど、そういうビジネスをね、僕自身は今ね立ち上げようとしてるんですよ。で、どうやらね、その勝負どころがね、来たなっていう感じが僕自身するんですよね。今年5年目ですけどね、テキストを作り始めたのはもう2年半前です。最初はそろそろっとね、出していって。で、どんな要望があるのかっていうことをね、調べていくとね、そろそろっと出していって、で、そうすると大体どんな時にどれぐらい売れるのか分かってくる。で、今年はね、理科と社会の基本的なもう教科書を作っていくっていう。で、どうやら教科書をね、作っていって、作っていけばいいんだと。で、ちょっとね、かなりね、無理がありますけど、1ヶ月に1編のペースで出してますよ。で、今もうね、1ヶ月に、1冊、1.5 冊になろうとしてます。で、これはね、多分ね、僕はなんでね、1ヶ月に1冊出せるか、もしくはもうそれ以上のペースでかけていくかっていうとね、もう多分ね、この、ビジネスとして成り立つギリギリのところにいるんですよね。で、ビジネスとしてその浮上するっていうのかな、軌道に乗せるっていうのかな、飛行機で行ったらね、ものすごい風圧でグワッてね上昇気流に乗っていくっていうためには、もうね、何が大事かって言ったらね、スピードなんですよ。もう畳みかけるように世の中に通っていくしかないんです。だからその時期は来たようなんですよね。だから僕も必死でこいで頑張れるんですよ。もう手が腱鞘炎だなんてね、言ってらんなくなってきてね。これからね、これだったら、どんどんやれるわと。どんどんわかるわと、今まで何だったんだろうって思えるようなね、テキストをね、もうどんどん作ってね、 YouTube で勉強できるんだ、 YouTube で中学受験もできるし、フォローもできるんだ、そういう、世の中にね、ちょっと中学受験界にね、そういう動きをね作っていきたいなと思っているわけです。勝負どころはスピードは命。今日はそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまで。